レンさんはなんで僕を引き取ったの？ここまで僕を育ててくれてありがとう。ずっと好きでした。僕の恋人になってください。おい、起きろよ。はい、サンドイッチベーコンレタスサンドいかがですか？俺は進藤蓮、しがないサラリーマンだが、突如子供を引き取ることになってしまった。児童相談所？実は父親を亡くして母親に育児放棄された子供がいまして、ご親族はどこも引き取りを拒否されて。はあ。そこで進藤さんがその子の登園とのことですので、彼の引き取り手になってもらえませんか？ええ。で、俺はこの子の保護者になった。家族の愛情を知らずに育ったせいで人間不信になっていて、誰にも心を開かない。俺だって高給取りじゃないし、家族が増えるんだから生活費もなんとかしなきゃな。それに気難しそうな仏頂面してるし。いやでも俺が引き取るって決めたんだ。どんな子でも責任持って俺が育てるぞ。立花いつきくんだよね。これからよろしく。こんな調子で全然話してもくれないし、はあ、参ったな。ダメだ。完全に警戒されてる。周りの大人たちに冷たくあしらわれて、大人は怖いものと思ってるんだろうな。なんとかして心を開いてほしいものだが。ん？このネックレス、かわいいな。触らないで。ごめん。ああ、このビーズのネックレス、いつきくんが自分で作ったのかな。自分を捨てた母親に渡すつもりで。ちゃちゃっと作れるもんにしたけど、食べられるか？これで食べてくれなかったら、もうお手上げだ。いいんだぞ、食べて。ほら。お腹空いてたんだな。いっぱい食べろ。どうした？口に合わないか？おいしい。いつきくん、よかったよかった。これからは毎日俺がうまいもん食わせてやるからな。いつきくん、お風呂入るか？ほーら、行くぞ。温まるから。背中小さいな。愛情を受けることもできずに、こんな小さな体でどれだけの孤独に耐えてきたんだろう。ねえ、レンさん。おう、話しかけてくるなんて珍しい。どうした？レンさんはなんで僕を引き取ったの？なんで僕を世話してくれるの？なんでって、ほら、どうせ僕を引き取ったらお金もらえるからとか、そういう理由なんでしょう、ね、違う。それは違うぞ、いつきくん。もっとこっちおいで。俺も君んとこみたいな事情がいろいろあって、親の愛情を受けられないで育ったんだ。でもそんな俺を大事に育ててくれた人たちがいた。助けてくれる人たちがいたから、今の俺がある。
俺にも樹くんの気持ちがわかる。だからこそ今度は俺が助けたい。樹くんに幸せになってもらうために俺は樹くんを引き取ったんだよ。あ、ごめんな、いきなり熱くなって。うん、怖くない、怖くないぞ、もう一人じゃない。泣いていいんだよ、いつきくん。不安だったな、辛かったな、でももう大丈夫だから。さっき言ってたこと信じていい？お父さんやお母さんみたいにいなくなったりしない？あ、約束する。いつきくんとどううまくやっていくかじゃない。必要なのはいつきくんに愛情がどんなものかを分かってもらうことだ。それからいつきは少しずつ口数が増えていった。本来は明るい子なんだろう。小学校では友達がたくさんでき、笑うことが多くなった。いつき、今日の夕飯何がいい？うん、おっと、どうした？甘えたい気分なのか？レンさん、今日は母の日だね。これレンさんにあげるよ。あ、それってお前のお母さんにじゃないのか？いつまでもこんなものを持ってるのもどうかと思って。レンさんにあげるから、あとは好きにしてよ。僕のことを本当のお母さんみたいに育ててくれてるのはレンさんだし。お前の意思は尊重するが、でもお前本当にそれでいいのか？何かモヤモヤしてるんじゃないのか？いや、なんかそんな気がしただけだよ。そんな顔するなって。お前もいろいろ複雑だとは思うが、無理に捨てなくてもいいと思うぞ。すごいね、デンさんって。僕のことを何でも分かっちゃうんだから。このネックレスはお母さんのために僕が作ったビーズのネックレス。でもお母さんへの僕の思いとレンさんへの僕の思いは全然別物だと思う。レンさんはただの母親代わりじゃない。だからこれはレンさんに渡すべきじゃない。じゃあレンさんは、僕にとってレンさんは。そして俺がイツキを引き取ってから10年近く経った。レンさん、そろそろ出るよ。お、行ってらっしゃい。はあ、いつもありがとう。じゃあ行ってきます。いつきのやつ、いつの間にかすっかり大きくなって俺の背を追い越して。それにしてもすげえイケメンに育ったな。それにキスとか、あんなのどこで覚えたんだあいつ。進藤課長、この資料チェックお願いします。ああ、この部分はこうすればもっと分かりやすくなるぞ。分かりました、ありがとうございます。進藤課長って本当頼りになりますよね。頼りになるか。10年前のダメ社員だった俺が聞いたら驚くだろうな。でも昇進したおかげでいつきを高校に行かせられるし、俺がここまで頑張れたのもいつきがいたからだもんな。
進路、ちょっといいか。ああ、はい。会社の意向で急な転勤か。いつき、せっかく高校で友達がたくさんできたって喜んでたのにな。あいつの笑顔が昔みたいに曇るのはもう見たくない。くそ、いつきになんて言えば。レンさん、おかえり。えい、いつき。ちょ、離れろ。今は、このいつきの明るさが余計辛い。どうしたの？元気ないね。俺はご飯いらないから。悪いが、お前の分は出前でも取ってくれ。レンさん。うわっ。今日で、僕がレンさんのところに来て、ちょうど10周年だよ。え？特別な記念日だから、二人でお祝いしたくて、頑張って作ったんだ。僕、料理はからっきしだけど。レンさん、改めて、ここまで僕を育ててくれて、ありがとう。は、いつき、10年前。あんなに心を閉ざしてたお前が、こんな。成長したでしょ？そうだな。でも、せっかくの記念日だが、お前に言わなきゃいけないことがある。何？仕事でトラブルがあって、転勤することになった。え、そうなの？水を差すような話ですまん。お前は楽しくやってるのに、いきなり転校なんて。僕、レンさんが行くところなら、どこまでもついていくよ。それで、今日みたいにレンさんが辛い時も、ずっとそばで支えたい。いっぱしのことを言うようになったな。だって、僕もう17だもん。レンさんが思ってるほど、子供じゃないし、もうすぐ、結婚だってできる。開けてみて。これ、お前が子供の頃持ってたやつ、じゃないよな。あれは、おもちゃだったけど、このネックレスは、僕がバイトして買った、ちゃんとしたやつ。ほら、お揃い。お前バイトしてるなんて一言も。サプライズにしたくて、内緒にしてたもん。これは僕の唯一の特別な人にプレゼントしたいと思ったんだ。特別な人？俺？そう。レンさんは家族の愛情と人を好きになる気持ちの両方を教えてくれた特別な人。これからはレンさんにもらった愛情で大好きなレンさんに恩返しをしたいんだ。好きってやっぱり、いつき俺のこと、そういう。僕絶対にレンさんみたいな立派な大人になってレンさんを支えて幸せにしたい。どうか僕の言葉を聞いてほしい。レンさん、ずっと好きでした。僕の恋人になってください。ってかしこまった告白になっちゃったけど、それだけ僕は本気ってことだよ。レン、僕のこと受け入れてくれますか？はい。レンったら涙もろいんだから。恋人同士の新しい生活が始まるなんて、僕たちこれからはもうただの同居じゃなくて同棲だね。
もう、レンって、こんなに可愛かったっけ？お前、大人をからかうんじゃない。俺は、キスなんて、教えた覚えないぞ。逆だよ。僕がこれから、レンに教えてあげるの。僕とこれからたくさん、キスの練習、しようね。